シュバルツ・ゾン・ダースハウゼン自由州は1918年11月のドイツ革命でシュバルツ・ゾン・ダースハウゼン公国の君主制が廃止されて成立したドイツ国の自由州である。1920年5月1日に他の中林源諸法6州と合法して中林ン,ン州となった。ドイツ革命を受けて広告議会は1918年11月12日に全会一致で 参政権に関する信法の起草を政府に要請すること及び暫定政府として、州評議会を設置することを決定した。州評議会には、広告議会議長、ハラルト・ビールフェルト広告議員、ビルヘルム・ベール・ビンケル及びオット・カー、カイルのほか国民の信託を受けた代表として、ドイツ独立社会民主党のフリードリヒエックと、ローヘール・エテ評議会議長、 エミール・ツォルンが参加した。シュバルツ・ゾンダースハウゼン抗議・ウンター・ビクトルは、1918年11月25日に、州評議会が承認した憲法に大位に伴う、所要の修正を行う、法案に署名した後、退位した。これにより、シュバルツ・ブルク・ゾンダースハウゼン自由州は、行政当局として、従来の省庁に加えて、州評議会を有する構成となった。州評議会は、 シュバルツ・ゾンダースハウゼンは社会人民国家であると宣言した。1918年12月には、ギュンター・ビクトル校と州評議会の間で範囲に伴う保障が合意され、24,600ヘクタールの所要の所有権は州に移された。一方、ギュンター・ビクトル校には21万マルクの生涯、年金のほか ゾンダースハウゼン城やゲイエン城及び狩猟館の部屋の使用権のほか、旧所領での狩猟権が認められた。1919年1月26日の衆議会選挙では、ドイツ独立社会民主党が絶対多数を確保した。1919年4月1日には、参政権の変更と新たな市町村法を含む周基本法が制定された。翌日には、 周期本法に基づく、州評議会が発足した。周無双テオドール・バウアー、参議エルンスト・フォン・ネッセ、人民賞、ミルヘルム・ベール・ヴィンケルのほか、民主党のハラルト・ビールフェルトと独立社会民主党のフリードリヒエック及びヨーゼフ・ヘアが、評議会議員となった。12月13日には、テオドール・バウアーが、州議会との意見の相違を理由に辞任し、公認には、 エルンストフォン・ネッセが就任した。ベール・ヴィンケルは、州務総となり、ネッセの公認の参議には、元議員、ビルヘルム・トーレが就任した。また、人民賞は、ブルーノ・ビー・リックとなった。1919年6月19日、シュバルツ・ゾンダースハウゼン自由州議会は、チューリンゲン諸法との合法を承認した。少数ながら、プロイセン自由州への編入を望む声もあった。 九百二十年二月には新たな教会憲法が発行し、政教分離が初めて規定された。九百二十年五月一日に他の中林原処方六州と合法して中林原州となり、シュバルツ・ゾンダースハウゼン自由州は主権国家としては消滅した。九百二十年十二月九日の移行期間における旧中林原処方の管理に関する法律で、 州政府は、地区代表と地区政府に再編され、さらに1923年4月1日には、移行期間が終了して、地区政府も解体された。デア・フライストット・シュワートスバーグ、ゾーン・ダース・ハウジン・バレン1919 19、1920、ガンショア、で、ありがとうございます。